皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日は玉井の塩もみだれ小屋レシピです。本日のレシピはチンジャオロースです。ご用意いただくものはこちら、タケノコの水煮、ピーマンの細切り、牛肩肉の細切り、そして玉井の塩もみだれでございます。早速調理していきましょう。熱したフライパンにサラダ油を入れていきます。牛肉から炒めていきます。軽くお肉に火が通ったところでピーマンとタケノコを入れていきます。ピーマンとタケノコに火が通ったところでこちらの塩だれをよく振ってから入れていきます。完成です。個人的にはいい出来なんじゃないかと思います。いただきます。病みつきになるお味です。おいしさ爆発、小屋マックス。皆様もぜひお試しいただけたらと思います。それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。